ジロは出たたいなって思ってて思何が何でも。実際のところ88年のリストには自分の名前出てんのねでも行ってないのよだから行きたいなと思ってた、うん、まあ自分か最後カリン・カールっていう選手かどっちかが入るんだけどギジカがは。 あの自分とカリンにそれぞれプログラム作っててここで調子は上が,って、ね、上がるはずだろっていうところで上がんない選手はもうスイス人だろうが何だろうが彼ら合理的だからあもうさようならってなっちゃう感じあの。ここで絶対ピークが来るぞっていう そのプログラムに沿ってやって自分がロマンディでカリンはその1個前のなんかフランスの何,何枚しち場った時どやっぱそのレースで彼はそこでペあの調子上がってなくて俺はロ,ロンマンディであのそこそこ1 5六6着だったから、まあ、そのままあまさか採用された感じロマンディ終わってすぐ1週間ぐらいジロ行くぞーで終わり、うん、だってもうみんな ロマンディーでもうまだ全然決まってんだもん。自分かカリンだけなんだもん。自分のロマンディー試合の結果でカリンが行くか、俺が行くか、あともう全然決まってたから。だからそれでああまさだやるままさま行くんだなよかったなあなんつって。うんー。 ほとんどなかった、ね、だからロマンディの場合、まあ、カリンには申し訳ないけどフランス語圏のレースなんで、まあ、俺が結構道知ってたっていうのもあるし特にあのバレー地区っていうのがロマンディのあるその三角ゴールの地区っていうのはもうアマチュアの頃から、えー、結構ヒルクライムレースであ自分が何勝もしてる地域なのよ結構知り合いも多いっていうかファンも多いっていうか応援ももらってたし。 なんか自分ちの周り走ってるみたいなそんなに何もなかったね。